皆さんこんにちは、細川茂です。今日皆さんにご紹介したいアイテムは何かと申しますと、その前にね、よくこうコーヒーを飲む機会皆さんあると思いますけれども、どうですかね、入れたてのコーヒー、あーちゃーっていうことありますよね。まあ、もしくはこれがね、冷たいものであってちょっと水滴が嫌だななんていう時あると思うんですけれども、まあ、そんな時に皆さんにおすすめしたいアイテム、今日はねこんなのを持ってきました。こちらコーヒーカップカバーと言います。これどう使うかと言いますと、というふうにね、熱くても、まあ、こうすれば手になじみますし、まあ、クッション性もよくですね、これなんとウェットスーツ素材でできてますから、非常にあの持ち心地がいいと言いますか、まあ、そういうところが特徴になってます。まあ、あのコーヒーカップカバーとは言いますけれども、別に紅茶でも、ウーロン茶でも、ね、あったかい飲み物だったら何でもいいんですよ、ね。そういう時に、まあ、このカップに入ったものをカバーする、ね、そういうものです。ぜひこれ皆さんにおすすめです。